サムライタイムスリッパー。今回は現在公開中のサムライタイムスリッパーがあまりに素晴らしいので、このチャンネルでは初めての試みとなりますが、新作映画の紹介となります。どうぞご了承ください。この映画は間違いなく50年に一度の傑作です。ここで50年と言ったのには訳があります。私は今日映画館で1962年小林正樹監督によって作られた切腹以来の本格的な真剣による殺陣シーンを目撃しました。と言っても私は殺陣の専門家ではありませんから、それが真剣で行われたものかどうかの判断はつきません。パンフレットによると実際は真剣を使っていないということですが、少なくとも私の目には真剣としか映りませんでした。それほど異様なまでの迫力のクライマックスシーンでした。ストーリー。時は幕末、会津藩士にして京都見回り役の配下にあった高坂新左衛門は、長州藩士山形彦九郎を倒幕派の集まる西教寺の門前に待ち伏せていた。若くして剣の使い手として名高い山形との立ち合いの瞬間、雷鳴が轟き稲妻が一閃、二人の侍の間を直撃する。混沌した新左衛門が目覚めたのはそれから140年後の京都、現代の時代劇撮影所だった。様変わりした京都にたじろぎつつも、彼は助監督の山本優子らに助けられながら、やがて斬られ役として殺陣師の関本の門を叩くことになるのだった。殺陣師関本の役は当初2014年公開の太秦ライムライトに主演した日本一の斬られ役福本清三氏の予定でしたが、残念ながら彼が2021年に急逝したため、福本氏と同じ剣会の峰乱太郎氏が演じることになりました。福本氏への哀悼のメッセージはエンディングクレジット以外に劇中でもさりげなく語られています。この映画は前述した切腹の真剣シーンへのオマージュだけでなく、黒澤明監督椿三十郎の有名な決闘シーン、工藤栄一監督13人の刺客と似た映像もあり、それら名画に勝るとも劣らない迫力と緊迫感で迫ってきます。一方、戦前の天才監督山中貞夫を意識したようなユーモアやコメディの要素も随所に織り込まれており、金作としては同じインディーズ映画でヒットしたカメラを止めるなの名セリフも忘れてはいません。サムライタイムスリッパーのテーマ。何よりも強調したいのは、時代劇の衰退とともに忘れ去られてしまった過去を生きた人々へのリスペクトです。この映画では維新の志士たちも時代劇のプロたちもその時代をひたむきに生きた人として同列に語られます。彼らを主人公にしてこの映画が真に伝えたかったのは、単に時代劇を忘れるなではなく、本物の映画への情熱を忘れるなということであり、それは何もかも八方塞がりに見えるこの時代に、それでも未来を諦めるなという監督からのメッセージなのではないかと思います。最後に劇場公開パンフレットから牛田智樹氏の文章を引用します。笑えて泣けてグッときて、ああ映画を楽しむってこういう感じだったと、よし明日からまた俺も頑張るかと未来に向かって背中を押してくれる作品だ。下町の小さな町工場が宇宙まで飛ぶロケット部品を作るかのごとくで、低予算の自主映画ながらも未来映画社の作品は観客の心を未来に向かわせるものの良さがある。本格時代劇と呼ばれる秀作群が多く作られた1950年代60年代から数十年の時を経て、ようやくここにそれらに匹敵する、あるいはそれらを超える傑作が誕生しました。監督安田純一、1967年生まれ、大学卒業後さまざまな仕事を経てビデオ撮影業を始める。父の死後実家で米作り農家をしながら映画作りに励む。本作は長編第3作目にあたり2023年10月京都国際映画祭で初披露。口コミ等で徐々に人気が高まり、現在150を超える映画館で絶賛上映中。この映画は京都撮影所東映京都俳優部などの協力により極めて低予算で作られたとされていますが、ほぼ無名に近い役者陣の演技は途方もなく素晴らしく、時代考証や武士の仕草、
盾、いやいや剣さばきも見事で、多少は過去の名作時代劇を知る私が見ても全く違和感がありませんでした。残酷シーンも一切ありませんのでご安心ください。ぜひ一日も早く劇場に足をお運びになることをお勧めします。